原発事故から、2年半がちょうど過ぎたわけですけれども、私も初めて、福島第一原発のあの現場を今日見ました。まだあの生々しいまんまの様子が残っていてですね、本当に私はあの衝撃を受けました。それと同時に現場では本当にあの日々作業員の方たちが全力で対応に当たっているという姿をですね、やっぱり目の当たりにして、本当に頭の下がる思いがしました。それと同時にやはりこの原発の事故、これまでにないこの私たちが経験したことのない事故ということで、本当にいろんなことが起きている。これをどうやって収束させるのかっていうのは本当に難しい問題だなということを感じました。それと同時にやはり原発はなくしたい、そういう思いを今回の視察で強く感じました。